はい、本日ですね、高知県に来てます。はい、やってまいりました。やってまいりました。ということで、高知県の高知ユナイテッド SC に本日体験入団させていただけるということで、はい、本当にありがたいですね。ありがとうございます。ありがたいです。はい、昨日ですね、愛知県のSC マリアス岡崎に体験入団させていただいて、はい、まあ練習きつかったですねかなり密度濃いトレーニングでしたから、かなりきつかったですね、はい、練習終わってモニア選手に密着をしてから高知県に移動したわけですが、はい、まあ6時間ぐらいですかね、はい、遠い練習以上に辛いトレーニングだったんじゃないですかね、はい、いやー辛かったですね。おだちとまあ交代しながら行きましたけど、まあ、2人ともグロッキーですよね本当にまあ深夜に着いて、今日朝から練習なんで、はい、今は現在8時、早い早い、9時練習ということでね、疲労感は満載にありますが、はい、疲労を吹き飛ばせるぐらい高知ユナイテッド SC でしっかりと練習していいものを撮影できればと思いますので頑張りたいと思います。高知ユナイテッド SC の練習グラウンド、練習グラウンドドドンとドドンと、あのなんかマーカーの感じで、いつもこれ選手あるあるなんですけど、このマーカーを見て、はい、今日の練習メニューを予測するあ、そういう癖がついてるんですね。はいはいはい、ちょっと距離感が怖い感じしますけどね。いや、あれはね、はい、なんだろうな、怪人とかじゃないかな。走りで あれは見たことないですけど、わかりません。あれが走りのメニューだったらきついやつです、あれは。あ、西村さんいましたね。すいません、ご苦労しました。どうもすいません。あ、もうご無沙汰です。何年ぶりかな。20年ぐらいです。20年ぐらいか。アンダー18、19、20ですよね。20年、19年ぶり。すみません、あの高知ユナイテッド SC のあの GM 兼監督をされている西村さんということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お、違いましたね。違いました。どうですか。いいじゃないですか。後ろにはアオアシ、ドドン、ほんとだ。なんでアオアシなんですかね。からのスポンサーに合わせになってもらいました。ああ、はい、やっぱそうなんですね。はい、愛媛出身の方で。そうなんですね。すごいですね。はい、本当にこれこそまさに高校大学の時にプロチームに練習参加するみたいな。全く知らないですからね。じゃあ頑張ってください。はい、行ってきます。おはよう。おはようございます。今日練習一緒にやります。紹介は自分でする？あ、はい。じゃあもう自分で。はい。はい、じゃあ3分は渡す。3分。長いですからもうちょっと端折ります。はい。おはようございます。おはようございます。那須大輔です。昨日、マリアス岡崎の方に練習参加させてもらって、一緒にやらせてもらいました。で、まあ僕はこうやって体験入団みたいなのをさせてもらってるんですけど、まあ意図としては、全体的にやっぱ日本サッカーをレベル向上したいっていう意図があって、やっぱ皆様のカテゴリーで刺激し合うっていうのもそうなんですけど、やっぱ時代の中でやっぱ動画で配信できるってことで、皆様の熱量が視聴者の方々に届きつけていただいて、で、皆様の背中を後押ししたり、まあ、このチームの人気につながったりっていうことにつながればいいなっていうのでやらせてもらってます。まあ、そんなね、現役時代よりはあまり動けないですけど、まあ、感想、目標に皆様と一緒に練習をできればと思いますので、まあ短い時間ですが、よろしくお願いします。一応自分のね、経歴言うのはあれやろうから。はい。俺と出会ったのは、鹿児島実業3年の時ね、高校選手権で、まあ俺その時ユースの監督やったから、18以下のね、日本の選手を視察して、チーム作って、19歳でアジア予選勝って、20歳でワールドユース、アルゼンチンに行くっていうのが、俺がその時の仕事だったんで、高校サッカー見に行って、ああ、いい選手だなと思って、それが、出会いです。19歳で彼は、駒澤大学行って、18の時選んだ選手は全員がほとんど、J クラブ行ってんけど、大学行った人が少なくて、でその中で最終的にワールドユース20歳で20人選んだ時に、唯一の大学生だったかな。その後、マリノス行ってね。はい、マリノス。彼のプレーで一番印象残ってるのは2つあって、1個は最初打った時は眉毛がくっついとったんで、顔が印象的やってんけど。全然笑えへん。亀有八次郎の亮さんみたいやったから。それでも笑えへん。
やっぱり時代がしか2つ目は多分将来 YouTuber になって俺助けてくれるかなと思って選んで本当に選んだのはあのすんごいねあの泥臭いプレーやったけどあの最後まで諦めへんって一回どっかの試合でコーナーキックかなんかのカウンターで完全にやっぱりリスクマネジメントできてなくてすんごいカウンター受けてんけど60メートルか70メートル一人だけ帰って最後奇跡のスライディングで防いだんでああこういう子はやっぱりチームに必要やなっていうのを覚えてます。ありがとうございます。まあ縁あってあの今日あの一緒に練習するんでじゃあそういうことで選手のは今日何かあるかな。誕生日です23歳。おお。まあ誕生日の主張を言うということ。ああなるほど主張これカットしていいかな使わせてもらいます。今年のシーズンは残りくらいですけど、自分として、GFL 初ゴールを取れるように日々前に進んで頑張っていきたいと思います。で誕生日プレゼントは那須さんのスパイクをもらえたらなと。なるほど、まあ、プレー次第でもちろんプレー次第でなかなかうまい。 OK じゃあちょっとやるとこ切り替えていくぞ。昨日も話したけどいいトレーニングするのはやっぱ俺ら次第だし調べたけど分からん。いつから那須さんと一緒にやってるの。僕今1年ちょっとぐらい前からですね。どうですか一緒に。いや暑いですね。あの本当に今まで会ってきた中で一番暑いぐらいな、うん、そりゃそうでしょう。こんだけ現役やってなおかつまたサッカーをでね、はい、何かをやっぱり考えるっていうのは、間違いないですね本当に、うん、でいろんな人に火を灯していく感じが、うん、見てて面白いですねやっぱり、うん、一緒にいて。でもこうやってまたね、はい、サッカーの関係で会えるのは嬉しいですよね。やっぱそうですね、一緒のピッチでまたサッカーできる。10代の頃ね、一緒にちょっとね、はい、縁があってやらせてもらって。西村さんいなかったら、今の那須さんもしかしたらいなかったかもしれないですね。実はね、横竹選手、あの、はい、柏木陽介の結婚式で喋ってんだけど、はい、バカ酔っ払ってて。あ、そうなんですか。信じられないぐらいバカ酔っ払っててですね。あまり記憶を覚えてないっていうその子は。しっかり話してます。このままハムシで切れてレーシング。はい、逆行こう。はい、逆行こう。そのままサイドステップ。左岡行こう。おい、マイクや、マイク。ヒーローは守備だけ必ずどっか3対1ができるようになってます2箇所。
アンダースリータッチでパス15本で1点。ただしグリッド移動は1タッチにして、守備は最初から2人入って構わない。3対2。サイドで奪ったら、ここの緑のコーン、ドリブル突破から1点、決めたら1点です。計2点。中突破1点でしょ。サイドの高い位置で奪った瞬間には、狙いやすいっていうのを頭に入れて守備。攻撃っていうよりは守備の練習。ボール必ず2つ目。いけるかね。はい。ナスケ準備。ナスケ準備。行け行け。谷谷谷谷。谷谷。はい、谷谷。はい、奪った。はい、こっちが、こっちが、こっちが。やべえ。決めて。オッケーオッケー。はい、ここから、ここから、ここから。ビビビビ。いや、こっち来い。はい、その。はい、大丈夫。はい、大丈夫。ナイス。オッケー。いや、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 今ルーカスがちょっとこっち寄せていった、2人で次の予測持っていった、はい、これを内側から消したらもう一回変えられて広い方に展開されちゃうよね。であるならばここの狭いゾーンで2人で追っかけて3対2のところから2対2持っていってここで奪ってカウンター仕掛けた方がいいんじゃない。その寄せ方大事にして、はい、裏表変わろう。ナイスカイマー、カイト、行こう、はい、カイマー。これいけ、切り替えまでね、来た、これいけるよ、行こうぜ、行こうぜ、やりたい、3人目、3人目、はい、来てるよ、行こうぜ、行こうぜ、はい、今行け、来てるよ、はい、行こう行こう行こう、ゴール行け、ゴール行け、ゴール行け、おお、行け、行ってるよ、左で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 、どうすかね。はい、いいでしょ、切り替えちょっと旗で見てて、はい、僕もついていけてなかったです。ついていけてなかったでしょ。あれだ、これも途中までついていけない。いや、那須さんもっすか。いや、あの人数のタイミングとか、はい、あとボール回すときにどっちが空いてるって両方見ないといけない。途中からやっと。レッツレッツダープレッツダープダープレッツ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 ダはい、焦りましたね。焦りじゃないです、力みです。力みがワンゴールワンアシストワンブロック。まあまあまあ、まあまあ、面白いですね。確か面白いな。心臓がね、はい、クリーナーは難しいって。あ、そうなんですか。あの決めて当たり前っていう状況、はい、すごいわかります。そうなんですね。ヒーロー 2-0 ね、今ナスが入れたら 4-0 やったけど、 4-0 だったんですよ。もう今考えたんですけど、やめました。思考の中で外しました。この 30m の幅を誰が取るかっていうことは僕理由はパス進入で一発のパスをさせたいってこと。これ
もちろんつけて回るのはいいんだけど、この瞬間もう2体に作られちゃうんですよ。2枚で1枚見られるような状況だから、この間に寄せられてもスイッチ入った時にはこの選手使えなくなっちゃうから、できる限りこの幅を誰が取るか、必ずこの 30m の幅取りながらいく。そうすることで多分スライドシップになるし、もっとシンプルにゴールに直結するプレーを意識する。この部分練習めっちゃ苦手なんだけど、まあ、幅取るのっていうのは第一前提なんだけど、選手によってはやっぱ受け手と出し手のアクションが必要だから、どっちかがこうその局面で止まってたら、もちろんそのスペースでね一発でいけるっていうのは一番ベストなんだけど、試合のシチュエーションじゃカウンターだったらあるけど、やっぱ局面変えないといけないから、あの攻撃のどっちかがアクションを起こさないといけないから、それで受け手がやっぱいい動きをするから出し手も精度上がってくるっていう、で出し手がやっぱあのこうやって求めるから受けても動きが良くなるっていう、そのアクションは基本的に立ち位置を取るのは大事なんだけど、そこからやっぱ状況を変えるっていう、見ながらただ走るんじゃなくて何のために走るかっていうのも考えなきゃいけないし、そこら辺は絶対的に考えながらやった方がいい。ここで自分が走るからスペースが空きますとか、その意思があってランニングするから次の人がアクションを起こすとか、うん、そういうのを基本的には意識しながら絶対的にやった方がいいから、俺もめっちゃ苦手だけどこの3人とか、あんまあのうまくこうアクションできないけど、やっぱいい選手って自分からアクション起こせるし、自分から引き出せるし、味方をだから勝手に走るから味方がっていうのをちょっと意識しながらやったらまたちょっと変わるかなってぐらいです。ありがとうございます。福田君ミシャンの時めっちゃやるよね。やりましたね。ね、はい、しかもワンタッチ規制、そうそう、めちゃあれでワンタッチ規制とかね。あ、そうなんですね。だから動かないといけないね、アクション動かないで、それが結局ねゲームでもワンタッチでできるようになるの。自然とワンタッチのゲームね、はい、形になるんですよ。アクションずっと起こし続ける。いいっすね、サッカー。楽しいっすね。結局、やっぱサッカーは楽しい。楽しい。ここで受けたら1点っていうゾーン作ってます。ドリブル突破かパス突破。もしくはここで受けたら1点。もうそれで終わり。ペナのラインのところにオレンジのマーカー取ってんだけど、こっから後ろは バックパスできません。キーパーが入ってきてここプラス1作るのは OK で。強く行けとかそういう声もいいねんけど、バックパスここでできないとなったら、じゃあ何がポイントになるとか、みんながやっぱり共有せなあかんねん。相手バックパスできないからどうするの、前から。行くよね。前から来るいうことは何があんねん。そこよ、だから。いいかな、自分らでしっかり考えてコーチングしろ。頑張るとかそんなんもうできる、お前ら君らできる。次の、ね、次の大丈夫ね。ラストボール、対抗体制。それを、はい、切り替えよう、狭い幅、縦も狭い、この中でキーパーを振ってるんで、相手はビルドアップ今してきてるよね。まず中央にあるときは前進させないっていうところからスタートさせて、中央を消しながら中央へのパスは絶対やらせない。その中で、はい、方向付けしていきました。ここに対してスイッチ入れに立ったら、ここに2対1作られちゃうじゃん。ビュート出させて、奪いに行け、出させて。この移動中にどこまで寄せれるか、プラス出した選手はパスラインを消しながら、逆サイドのセンターバックのところ、逆のフォワード中央へのパス消し、そこで囲い込んで奪う。だからこそ練習やってきた、今日奪った瞬間ここフリーになれるよね。次フリーになれるポジションいるよね。早くそこつけて追い越していく。逆カウンター気にしなくていいから。なぜ得点は中央で奪えるようになってるの、その設定思い出せ。ちょっといいか、聞かせろ。 OK、 そろそろ、はい、よろしく。はい、行こう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 、ハマー後ろ、いいよ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 、出さねえ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 、瞬間キーパーゴール開けてるか、全体行くよ、全体行くよ、 OK、 OK、 ゴールに上がったら、 OK、 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 O
ナイスボール、マル。はい、左、左、左、こっち、どっちが、こっち、こっち、よいしょ、こっち、よいしょ、残って、うん、ああ、次、こっちだけ、左、はい、右、ゴール、右、左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 、はい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 、大丈夫、抑える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 、今日はもう大輔がバテたんでこれで終わります。じゃあ最後ラスに大輔に、はい、ちょっと総括と感想と、はい、今後の展望と、はい、ありがとうございました。しっかりこう考えながらやるっていう練習で、その中でまあ前向きな選手たちがみんなでね話し合いながらやってる姿とか、まあ球際の強さとか練習のね質の高さはすごく感じることができましたし、あのいい練習させていただきました。僕からそのスキルの面とかそんなアドバイスできることは今ねだいぶ劣化してるのであんまないんですけど、一つだけ言うなら、本当与えられてる環境でサッカーできる時間なんて本当短いです。一日でもね無駄にしようならもうあっという間に終わってしまうっていうのがサッカー人生だと思います。だからここで何をしないといけないか、一番は勝つために、勝つためにっていうところで声出すことが目的になってはいけないし、僕は声がストロングポイントだった。それなぜかというと周りを巻き込んで守備を構築してボールを奪ってゴールを奪って、それで勝つためにだからコーチングの質を考えなくちゃいけなかった。ただ行けとかじゃなくて、そこでボールは人を動かすとか、で人の心を掴んでどうにかこう動かすとか、いろんなコーチングの仕方を考える。だからドリブルの人だったらドリブルが目的になっていけないし、ゴールを奪うためのドリブルしないといけないしっていうのを、みんなそれぞれにやっぱ考えながらやればもっと質が上がるし、もっと各々のパフォーマンスが上がってチーム力が絶対的に上がると思うので、チームワークだったりチームの雰囲気っていうのはすごくいいもんだっていうのは感じたので、もっともう要求していい形っていうのは示せると思うので、こうやって関わらせていただいたので、まあ、応援させていただきますので、本日は本当にね貴重な時間ありがとうございました。なんかあれば言葉返してあげて。ツアーのおじさんは田中人です。送る言葉っていうよりは質問なんですけど、はい、今シーズン大卒で入ってメンタル的にすごく鍛われる年で、鍛われる、鍛えてもらえてる、鍛えられる年であって、はい、那須さん流のメンタルの鍛え方とか保ち方をあるんだったら教えてもらいたいです。僕の試合出てない時とかの考え方なんですけど、余分なことをやっぱり排除するっていうのはすごく思ってて、一番は目的を考えるっていうので、目的はやっぱ勝つっていうことで、試合中もそうだし、ミスしたら落ち込むし引きずるしっていう、でもそれはなんでかっていうとマインド的に突っ張られるから。で一番の目的はみんな勝つってことだから、例えば失点に絡んでも勝つってそこだけしか考えない、試合に出ない状況でもそこだけしか考えない。メンタルがきつい状況なんて人としては成長できるこの上ない時間だから、その考え方っていうかマインドセット自体もガラッと変えて、余分なことを排除するっていう、一番の目的を全部この頭とかね埋めて、余裕が出てきたらもっと周り見えてくるからっていうのが一つ、まあ、僕流ですけどアドバイスだそうです。ありがとうございます、はい、今日全体通してどんなことを意識してプレーしてもらってましたか、はい、僕はそのやっぱ守備で奪ってからの縦パスとか、奪ってからのそういうスイッチとかをすごくあの意識されてたので、結構やっぱ奪ってバックパスっていうのが多いなって、カウンターのところで奪ってから縦を見られるのは、まあ、遠藤航選手とかは分かりやすいんですけど、奪ってあそこで縦をこうつけるっていうのがいかに重要かっていうのが多分もっと理解してくると
そこを意識するので、全体がやっぱスピードアップ、スピード感も変わってくる。そこは特に、この今日の練習の中では、意識させてもらったっていうか。ありがとうございます。はい。よかった。今ので音ってよかった。あれ、そこで新聞がもらえたよ。どうやったの？スパイク渡せんの？いやいや、あの、最後、バーテリーだけちょっと付き合ってもらって、そんな簡単に渡せないんで。はい。そんな、誕生日だからって。ああ、そうやな。そんな簡単には。これはそうや。渡せないんで。さすがリョウさん。はい。リョウさん。あの、本当は今日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張れ。ナスさん。ナスさんが優しい。よーこれめっちゃめっちゃめっちゃ。わあ。一人でよかった。おめでとうございます。ゲットしました。ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年の抱負を教えてください。僕大卒なんですけど、後半戦になってやっとメンバーに入ることができて、ちょくちょく試合に絡むことができているので、まあ、あとはチームの勝利に貢献することと、はい、自分の結果にこだわって残りのシーズン頑張りたいと思います。ありがとうございます。楽しい、やってて楽しい。頭使うね。そうですね、はい。結構レストの時間とかも比較的長い感じがしましたね。しっかりレストを持ってやるときはやるってメリハリをしっかりとって、はい、よかったです。楽しかったです。頑張ってね。はい、はい、久々に会えて嬉しかった。いや僕も嬉しかったです。いつもあのイニエスタのチケット頼んどったからね。そうですね。なんとかなれへんか言うて。そうですね、全く変わんないですね。変わってるわ。もうこんな大人しなったのに。まあそうですね。君らの時はもうお前何しとんじゃほらっていう話が、ヨシトなんかボロカスやったよ。みんな若かったから。みんな若かったから。そうですね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。